自分の新しい武器を増やしてサロンの売り上げを上げてみませんか。眉は顔の印象の 80% を占めています。さらにマスク自体によって眉で困っているお客様が増えて、アイブロウの需要が非常に高まってきています。アイブロウ技術はカットのように奥が深く、その人の印象をコントロールできる重要な技術です。難しい技術ではありますが、だからこそ自分の武器となり、売上やお客様の信頼を向上させる価値のあるメニューになると思います。今回のセミナーでは、お客様に喜んでいただけるアイブロウ技術を習得してもらうために、眉分析を使ったカウンセリング、黄金比率から見る印象コントロール、アイブロウに必要な4つの基本技術をお伝えします。アシスタント時代は予約枠ができ、指名客が増えたことで大きな自信につながりました。デビュー後もお客様がいる状態から始まったので、売上を伸ばすことができました。サロンの集客、売上に新たな可能性が欲しいサロン様、オーナー様はもちろん、アシスタントの方も今のうちにアイブロウ技術を習得し、自分の武器を増やすことで早い段階で他の人に差をつけることができるので、ぜひ参加してみてください。お客様の眉の現状を把握する上で必要なお伺いして、お客様と一緒になりたいイメージを固めていきます。新たな可能性を生み出すアイブロウ技術になっております。続きはセミナーで全てお伝えします。